めっちゃかっこいいっすよ、ほんと。斬新。そうなんですよ。で、それを、うん、その中で、あの、まあまあね、主人公の不動明は内山聖輝くんやってて、その相手の飛鳥くん、役をやってるの、飛鳥龍をやってるのが村瀬くんなわけですよ。なるほど。やらせていただきまして。なんだろう、今俺すごいお客さん感覚になってる。いや全然大丈夫ですか。これアニメ部見てる人もそうだと思いますけど、ほら、うん、見ましたみたいなことをおっしゃってる方もいますけど、本当に最後の最後まで、あの、原作知ってんのにマジどうなるんだろうと思って、へー、あ、イベント行きましたって人もいますね。あ、イベントもね、あの渋谷の、あのクラブとかでやってて、そう、なんか結構攻めた感じの、まあ、作品もそうだしイベントも攻めてて、なんか夜にバラン クラブそう、クラブとかでやってたみたいで、じゃあかなりスタイリッシュに仕上がっているっていうことですよね。そうですね、劇版とかも結構攻め攻めな感じで、そうだよね、劇版はあれですもんね、あの、こう牛尾健介くんがね、そうなんですよ、バリバリなやつを作ってて、あの電気グループの後ろのトラックとか全部、あのオペレーションやってる人が音楽全部作ってるんですよ、そう、まあ、見てないのだとすると、あの今人生の楽しみ、さっき 3% って言ったんですが 3% 増えました、今さんは。なるほど、うん、確かに。いやいやいや、そうですか、それは見なければいけませんな、はい、で本当にね、今年、あ、アニメここまでやっていいんだって、いや、皆さんやってて思わなかった？なんか麻痺してくるんですよね。ああ、初っ端のその1話からも結構攻めてて、でそれをなんかこうアフレコしてたら、え、大丈夫かなこのアニメって最初思って、でもなんかその要素がだんだん自分の中に入ってくると、あ、今日こんな感じかみたいな、うわグロいなとか、なんかうわすごいなみたいな、なんかこう、もう描写もそうだし、で人間ドラマももうすごいから、なんかそれ、その深度というか、なんか道のりがなんか別に不思議な感じに思わなくなるというか、過激だなとは思うんですけど、そうだからだんだん慣れてきて、慣れてきて、なんか意外とみんなからめっちゃ攻め攻めな作品だったねって言われると、あ、確かに攻めてたよねぐらいに、もうだん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 村瀬くんの悪魔化が進んでるんですよ。あ、そうなんですよ、もう僕なんか去年あたりから、悪魔とか天使とか神とか、人間じゃない役ばっかりやらせていただく機会がだいぶ増えて、人外声優、人間じゃないんじゃないの、人間じゃないのかもしれない、人間じゃないんじゃない、僕人間じゃないのかもしれないですね、もうすでに、でもそのね、人じゃない感が最後に説得力を持ち、そしてこれ永井豪先生も言ってたんですけど、これは不動明の物語だとみんな思ってたけど、最後飛鳥の寮の物語なんじゃないかこれって思う感じなんですよ、最終話まで見ると。確かに両方主人公なんだけど、もう本当にね、その最後あたり確かに血がバシャバシャ出てるんですけど、もうあんな絶対配信じゃできないですからね。なるほどね、なんかこう配信だからこそできるっていうことにすごく向き合いた、そうなんだ、そうなんです、ぜひ見てほしい。そうで、これ村瀬くんのそれもそうなんですが、ネット